しているのでうるさいかもしれないですが、今日はリアル準備メイクをしていきたいと思います。はい、まあ、いつもリアルなんですけど、このキノニクスの化粧水クリームトナーを使って保湿させた後に、ソフィスタンスの保湿美容液の混合肌用を使って、でその後にグローっていう、乳液を使いました。あ、乳液を使います。これを塗って終わり。朝だいたいこの3つを最近使ってますね。なんか保湿させたいなと思って、あの乳液も塗るようにしました。ポール&ジョーのパールファンデーションプライマー002番、なんか粒が入ってるんですけど、これが潰れて出てくるんですよ。ピンクっぽく出てきます。なんかこういう粒々が入ってるタイプの下地すごい苦手だったんですよ。なんかエスポアにあるですけど、そのエスポアはなんか粒々が全然潰れなくて、粒々は潰れてるんですけど、なんかちょっとゴミみたいにその粒々がこう潰れきれてなくて、液状化してなくてついてるみたいな感じで、なんか私が買ったそのエスポアのベースが良くなかっただけなのかわかんないんですけど、エスポアの商品で初めてんって思ったかな。そう、保湿力は結構あって良かったんですけど、粒々が潰れきらなくて嫌だなと思ってたんですが、こっちはちゃんとプッシュした段階で結構ね潰れてるので、全然顔に伸ばしてる時にはもういないですね。そういう粒々系のなんか固形的なものはいなくて使いやすいです。ボーンディスウェイアンディテクタブル 24H マットファンデーションバニラを使ってきます。ちょっと私の悩み聞いてくれませんか。なんか私すごく昔から片付けるのとかが苦手で、でまあ結婚して大人になればいつかは片付けられるようになるだろうっていう、なんか謎の他人事みたいな感じでこうふんわりやってきたんですが、やっぱね結婚して、まあ、一緒に住み始めてもう約2年ぐらいかな経つんですが、全然家事とか片付けがやっぱ苦手のままで、まあ、ここら辺はねもちろん動画映るのでそんな汚くさすがに靴下とか置いたりしてないですけど、そうでもやっぱこうすぐ机の上とか散らかるし、段ボールの箱でいっぱいになったりするし、人間としてやばいぞって思ってきて、でなんか Vlog を撮らなかったりとかする理由もそこで、なんか今ってあんまり外にね旅行とか外出も気軽にできない世の中なので、特にこう Vlog を撮るとしたらお家の中でのこう生活とかを撮ると思うんですけど、もう家の中見せられるところが限りがあってもうなんかここ汚いかなとか、ここはなんかちょっとあれかなとか、生活感すごいかなとかこう思ってると、なんか全然なんか Vlog 撮れないなとか思ったりしてて、こうまあね、言い訳なんですけどちょっとこう Vlog もなかなか後回しになってたりとか、あとはルームツアーしてくださいっていう声とかもすごい多かったりとか、あとナイトルーティーンとかモーニングルーティーンとかね、とにかくルーティーン系とか生活を見せる系が取りにくいすぐ散らかるから、ね、ずっと汚いわけじゃないんですよ。こうあ綺麗にしなきゃっていう気持ちはあるので、こう片付けは頑張るんですけど、こう波が激しい、汚い時とめっちゃ片付ける時のこう波が激しくて、だからまあ Vlog とかねちょくちょく出してはいる、たまにね出してはいるんですけど、そういう時にお家が出てきてる時は結構片付いてる時にね撮影してるのでまだマシだと思うんですけど、段ボールが届いたらすぐ取り出して段ボールの四角をこう崩してすぐ捨てに行くみたいな、そういうこうすぐの行動とか取れなくて、やっぱこう段ボール開けて中身確認してそのままだったりとかなっちゃってるでしょ。あとワンちゃんのペットのシーツとか、あのトイレ用のシーツとかペットフードとかもどこにみんなしまってんだろうみたいな、もう床にこうやって床っていうか、なんかもう箱は買ったんですけど、その箱に入りきらなくて結局横とかにもすごい置いてたりして、なんか綺麗になんないなみたいなのが一生の課題で、もうかやさん憧れですとかさ、こういう大人になりたいとかさ、そういう風にすごくこう嬉しい言葉をねかけてくださる方とかもいらっしゃって、もうそういうメッセージが来るたびに心苦しくて、もう私全然できないことの方が多いし、好きなことは頑張れるから、まあ、そのシステムで、まあ、あのメイクとかファッションとかはもちろん頑張ってはいるんですけど、楽しみながら、でもなんかこうもっと生活自体を豊かにして、こう楽しくこう生きていくぞみたいな、楽しく暮らしをこうおしゃれにしていくみたいな
そういうこともなんかできたらもっとなんかいいなっていうふうに思ってて、パウダーは3を使っていきます。3はまあつけすぎない程度に、なんか特に大事なところにつけていきます。結構ね、今までファンデーションの肌色明るめが好きで明るめよく使ってたんですけど、ちょっとお肌が焼けたのかめちゃくちゃ白浮きしてしまうかもと思って、今までちょっと色暗いかなと思って使ってなかったこのファンデーションを使ってみたらすごい今のお肌にぴったりで、だから最近はこの Too Faced のファンデーション使うこと多いです。汚くならない、なんかドロッとしたりとかパサついたり乾燥したりもしにくくて、なんか今のところすごいいいです。今日はねブラウンメイクをしたいんですけど、ちょっとこうツヤのあるような女性らしいブラモードになりすぎないブラウンメイクをしていきたいと思っております。バビメロはねすっごい芯が細くて三角形になってる感じの芯ですね。これもねすごくいいです。そんなに力乗せなくてもしっかりと発色する。まあ片付けが得意な人からしたらなんかそんなの簡単だよって思う人もいるかもしれないですが、マジで悩むぐらい本当に多分なんかそういう片付けられない、なんかまあ病気のせいにしたらよくないんですけど、片付けられない病気なんじゃないかって思うぐらいなんかこう前向きに考えてるんですけど、続かないっていうか習慣化できない、何なんでしょうね。なんかでも片付けようって思っても片付け方がわからない、なんか移動して並べて綺麗に並べただけみたいな感じ。そうでもまあそれでもね楽しく生きてるんでいいんですけど、なんか YouTube でもっとこうさらけ出したいなって思った時にやっぱ改めて不便だなこのなんか性格と思って、そうだからちょっと YouTube でもっと Vlog とか生活をねもっとこう楽しんでそれを発信できるような人になりたいから頑張ろうと思って、でもなんか動機ってそういうのでもいいかなと思って、なんか誰も見てないとサボっちゃいそうなので、結構 これからは Vlog とかもちょっとずつ出していけるようになりたいなって思ってるので、まあ、Vlog メインの動画になるか分かんないんですけど、生活を出しつつ毎日の洋服を紹介するとか、なんかそういうねなんかスタイル Vlog みたいな、なんかスタイリング紹介しながら、まあ、その日その日のちょっとした一コマを見せるみたいな、ちょっとここで宣言をすることによってもっと本気で取り組めるようにします、はい、そしてこちらの NARS のこれめっちゃ可愛いので多分まだ売ってると思うんですけど、チークパレットでオーガズムのチークパレットですね。今日はこのピンク、結構ピンクなんです。ちょっと生活をもっとこう楽しむぞと思って、まあ楽しんでるんですけど、もともとねもともとすごい楽しんでるからこそこれ苦手なものから蓋をしてたみたいなところがあって、なんかそうだけどいい奥さんになりたいし、まあ、自分のためにもねもっと将来豊かにするためにも頑張ろうって思います。そしたらこのハイライト使って、なんかでもさ家庭科とかそういう授業は好きだったけど、なんかまたやっぱり違いますよね大人になると。なんかもっとなんだろう、わかんないけどこう選択の仕方とかさ、正しい選択の仕方とかいろいろ教えてほしかったな学校で。学校の先生ヘビーローテーションもいつも使ってるやつ、アッシュブラウンですね。なんか一周回っていろいろ持ってるんですが、やっぱりこれが落ち着く、結構新色出たりとかこうもっと細いタイプとかいろいろ出てると思うんですけど、一回買うと本当毎日使ってても多分半年とか1年は持つんじゃないかな。アイシャドウやっていきたいと思うんですが、こちらのオサジのニュアンスフェイスカラーの秋ボノっていう、こんな感じの超使いやすい可愛いカラーです。サラサラしててなんかしっとりしすぎてないのでアイシャドウにも馴染みやすいです。ピタッと密着してくれる感じ、仕込んでいって、最近買ったシグネチャーカラーアイズの106番のここのカラーを使って、でちょっとこれもオレンジっぽいんですけど、オレンジブラウンみたいな色ですごく可愛い色です。でまだベース柔らかく塗ってるだけなので結構ねしっかりとのせていきます。この秋に買ったアイシャドウで一番これが気に入ってますね。黄色のラメを次のせていきます。
たら目の際にこの赤、スックのコスメって本当に上品、発色すごいいいんだけどなんか上品なんですよ。したら目の下にここのグリーンですね、黄緑なんですけど、これを目の下に、なんか目の下にグリーンってあんまりこう暗くなっちゃって好きじゃなかったんですけど、このグリーンはすごい馴染みがいいので、なんか目の下にのせてもなんかクマみたいな、具合悪いみたいになりすぎなくて、まあ、全面にのせるってよりかはこの際にね影みたいに入れるのが好きなんですけど、全然良くないですか。こんな感じでもう一回このブラウンを取って、ブラウンは最初の方に仕込んでるのでちょっと薄くなっちゃうんですよね、どうしても。もう一回ここは濃く発色してほしいなっていうところだけ入れてあげて、次にここの色とここの色をちょっとこう混ぜて、はい、こんな感じでここら辺にもこことここをちょん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 ってやってのせてきました。で最後一番明るいこの黄色で目の始まりにちょんちょんってラメをつけてあげれば完成です。こんな感じ、こんな感じです。こちら買いました、セルフォークのエンスロールマットリップスの03番、セルフォークの秋コスメですね。パッケージが今回白パッケージで、ちょっと今までのセルフォークと一気にまた雰囲気違うんですけど、これはこんな感じの、なんかブラウン味もありつつオレンジ味もあるようなカラーですね。これを使っていきます。はい、こんな感じでグラデーションにつけてみました。結構おしゃれなメイクになった気がする。したらマスカラはちょっとそんなに主張したくないので、こちらのアニベのカラーリングマスカラのラスティーゴールドっていう茶色っぽいゴールドっぽい柔らかいカラーをそのままつけます。まつげを上げたりしないでそのままつけていきます。そう、ちょっとなのでまた話は戻るんですが、頑張って片付けていくという宣言でございます。頑張ろう。この後私は片付けて Vlog が撮れるような部屋にしていって、そこから一回片付けたら挫折せずに毎日ちょっとずつ片付けるっていうね。なんでさ、人間ってこうさ当たり前のことをやるっていう難しいんだろう。ちょっと言い訳せずに頑張っていきたいと思っております。ちょっとマスカラも塗って、柔らかいマスカラなので、なんかそんなにこうカラーマスカラしてますっていう感じでもなく、なんか程よくこんな感じ、はい、こんな感じです。はい、ということで髪の毛整えて洋服ちゃんとして帰ってきたいと思います。じゃあね。はい、戻ってきました。これで今日のメイクが完成です。イエーイ。はい、こんな感じでちょっと髪の毛いつもよりも高い位置で、簡単なお団子ですね。こっちにピョーンって襟足があるんですが、簡単に結んで、前髪はちょっとだけ出して、本当はもっといっぱいあるんですけど、なんかいっぱい出しすぎると微妙だなって最近思ったので、本当になんか2束ぐらいオイルつけて2束ぐらい出して、あとは、まあ、ちょっとピンとかで留めた方がちゃんとなるんですが、耳にかけてっていう感じのヘアスタイルです。そう、今日の使った動画で、今日の使ったアイテムでお気に入りなのはこれね。このファンデーションがマジで自分のお肌にぴったりで、カバー力もあるし色がぴったりだし、すごくいいなと思って最近使ってます。とあとやっぱりアイシャドウがすごいお気に入りですね。スックのアイシャドウ、結構このスックのアイシャドウとブラウンのチークを一緒に合わせる何ていうんですか、感じもよくしてたんですけど、やっぱりそうするとかなりこう大人っぽい落ち着いたメイクになるなっていうふうには思っていたので、ちょっと今日は、もうちょっとこう大人っぽいっていうよりかは普段使いというか、こうもうちょっとこう元気な扱いやすいような、みんなが挑戦しやすいようなこのアイシャドウでメイク作
作れたらいいなっていうふうに思っていて、いつもよりも明るめなブラウンリップとこの NARS のピンク系のチークを使ってメイクしてみました。結構ね桜ピンクな感じなんですけど、チークなんだけどハイライトみたいなツヤがちゃんとこう出てくれるので、 NARS のねツヤ入りのチークはすごくおすすめです、はい、これは限定のパレットなんですけど、普通に単品でもオーガズムのチークは売ってるので、気になった方は、ね、ぜひこれおすすめなのでチェックしてみてください。あとは今日初めて使ったこのセルボークもマットなのでマスクとかにもつきづらいかなと思います。全然ね手についたりする感じもないのでいいかなと思いますね。今日はちょっとグラデーションっぽく使いたかったので内側に多めに塗って、外側もほぼ塗ってないぐらいの色なんですが、うん、なんかこれぐらいで塗っても気分かなっていう感じがしましたね。はい、ということで今回はこんな感じの、GRWM でした。ぜひ、私も片付けるの苦手ですっていう方はね、一緒にちょっとこの夏革命を起こしていきましょうということでまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひよろしくお願いします。またインスタグラムやツイッターやTikTokもやっているのでよかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。